一番お姫様、そういう扱い心得て。よね。その一いつもと違う髪型に気がつくこと、その二ちゃんと靴まで見ること、いいね。その三、私の一言には三つの言葉で返事すること、わかったら右手がお留守なのをなんとかして、別にわがままなんて世界で一番お姫様、気がついてねえねえ、待たせるなんて論外よ、私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものが食べたい、今すぐによ。文句は許しませんの、あのね、私の話ちゃんと聞いてる、ちょっと、あ、それとね、白いお馬さん今開けるでしょ、迎えに来て、わかったら貸し付いて手を取って、お姫様って別にわがままなんて言ってないんだから、でもね、少しくらい叱ってくれたっていいのよ、世界で私だけの王子様、気がついてほらほら、お手手が空いてます、無口ね、不愛想な王子様、もうどうして気がついてよ、早く、このとろけるプリン、みんなみんな我慢します、わがままなことだと思わないで、私だってやればできるもん、後で後悔するわよ、当然です、だって私は世界で一番お姫様、ちゃんと見ててよね、どこかに急にそんな絵聞かれる、危ないよ、そう言ってそこにこっちのが危ないわよ